シーサーペント、シーサーペント、シーサーペントとは、海洋で目撃、あるいは体験される、細長く巨大な体を持つ、未確認生物、馬の総称である。特定の生物を指すものではない。大海蛇、大海蛇、大海蛇とも呼ばれる。正体が特定されたものは、ほとんどないが、目撃例は中世以降多数存在する。 中世から近代にかけて作成された世界地図の海洋を示す部分にはシーサーペントの絵が記されていることが多い。代表的なシーサーペントには以下に挙げるものがある。1977年4月25日にニュージーランド沖で日本の漁船水洋丸が引き上げた巨大な死骸、通称ニューネッシー。鮮明な写真が撮られ、組織も採取されたが本体は、 強い腐敗臭のため海洋に同期された。写真に写っている姿が中世代に実在した主張流のプレジオサウルスに似ていたためセンセーションを巻き起こした。東京水産大学を中心とする研究グループは1978年8月にこの生物に関する調査図書を発表した。その報告書では正体については断言していないが、個々の論説では 上ザメ説が有力とされていて、爬虫類説、新種の生物説などについては、反証が加えられている。イギリス、コーンウォールのファルマス湾で、たびたび目撃されている巨大な生物。多数の目撃証言と、はっきりしない写真が存在する。目撃証言によると、頭に角が生えた首の長い生物で、首の後ろには、毛が生えているという。 大きさは6メートルから12メートル。アメリカのチェサピーク湾で頻繁に目撃されている巨大な生物。多数の目撃証言とビデオが存在する。目撃証言によると、体長3メートル程度の生物で背中にコブがあり、ギザギザのある小さな突起がついていて、頭はサッカーボールのようであるという。ビデオに映っている生物は、 左右に身をくねらせて泳ぐ12メートルくらいの生物である。フランス人のロベールル・セレックが1964年に遭遇したという巨大な生物。目撃証言と写真が存在するが、現在ではどちらともに偽物であるとされている。1915年7月30日にドイツの潜水艦 U-28 がイギリスの帰船を撃沈した時に、 気船の爆発に巻き込まれて海から放り出された巨大な生物。潜水艦の6人の乗組員による目撃証言があり、体長20メートルほどのワニ状の生物で頭が細長く死には水かきがあったという。1962年3月24日、アメリカ合衆国フロリダ州ペンサコーラ沖のペンサコーラ湾でダイビング中の5人の若者が怪物に襲われ、 4人が犠牲となったという。シーサーペントの記述自体は古代からある。例えば、旧約聖書のヨブキ、イザヤ書などには巨大な生物として、レビアタン、リバイアさんが書かれている。これは古代オリエントの世界でヘビカワニのような姿を、した伝説の怪物の名前で、イザヤ書27-1、紙偏74-14では海に住む竜と並んで、記されている。 アッシリアのオーサルゴン2世はキプロスに向かう、航海の途中でシーサーペントに遭遇したという。東洋の伝説上の動物、竜も水と関係が深く、姿形にもシーサーペントと共通する部分がある。しかし、古代の伝承は神話や伝説などに彩られており、生物学的な検証に耐えるものではなく、大抵はクジラやウミウシ類、 竜宮の使いなどの現在における基地の生物の目撃例であったと考えられる。中世以降ではデンマークの司教がノルウェー博物誌、1752から1753の中で2種類のシーサーペントについて記している。オランダの動物学者 AC ウードマンスは1892年に大海蛇を置き多数の目撃証言を 科学的に検証し長い首と長い尻尾を持ったアザラシのような未知生物がシーサーペントの正体であるとした。20世紀以降も広大な海洋にて数百件から数千件の大量の目撃証言と若干の写真、ビデオがある。一般にはシーサーペントはあまり知られていないか、他の未確認動物同様に幽霊や宇宙人と同列に扱われ、 ムーなどのオカルト雑誌で特集されている。本来はシーサーペントの研究は未確認の生物を科学的に追求するものであり、海外ではそれほど多くはないが未知生物学者として専門的にシーサーペントを研究している者も,もいる。認知度が高いものはキャラクター化され、アニメなどと同列に扱われた例がある。例えばニューネッシーが知れ渡った時には漫画化され、 ぬいぐるみが発売された。カナダでは20世紀初頭にキャディと呼ばれるシーサーペントがメディアにアイドル的な扱いを受けた。また、チェッシーはチェサピークワンのマスコット的な存在となっている。いくつかの証言では、縦髪のような毛が生えていた、血を吹いていた、上下に身をくねらせて泳いでいたなどと、哺乳類的な特徴が伺える。 シーサーペントの一般的なイメージは巨大な蛇状の爬虫類というものであるが、目撃証言では哺乳類的な特徴を示すものが多い。また、別のいくつかの証言では、ワニのような形であった、カメのような頭であったなどと爬虫類的な特徴が伺える。フランスの理学博士ちゃんジャック・バルロアは目撃証言を検証した結果シーサーペントを次のように分類している。 その他の研究者も様々にシーサーペントを分類している。は、蒸気の他に以下の候補を挙げている。1976年に体長4メートル以上の未確認の魚類が捕獲されている。このサメの新種は後にメガマウスと命名され、現在でも世界で40体程度しか捕獲されていない。つまり、少なくとも体長4メートル程度の生物が誰にも気がつかれる。 ことなく存在していたのである。なお、メガマウスの生態はよくわかっていないが、現在のところ最大のものは5.44メートルであった。2001年には、インド洋の深海で全長7メートルの新種のイカが発見されているサイエンス。また、全長が6メートル程度になる比較的大型の赤ボクジラ科のクジラは未知の部分が多く、その仲間のオギハクジラ族は、 近年2種の新種、こちらは3から4メートル程度が記載され、その深海性の生態から未発見の種が存在するとされる。また鹿児島に漂着した太平洋赤帽もどきはその全貌が明らかになるまでは、頭骨2個だけが知られるクジラであったが、調査の結果世界中で比較的多く生息している種類であったことが判明した。また、 2010年の国立科学博物館の大哺乳類展で2008年に北海道で発見された全長6メートルのツチクジラ族の未知の種類の未骨格が展示されたツチクジラ族新種の可能性も参照を楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。